2019年デビューなんですけど、この付近のデビューレスラー古文にしたいと思います。やっぱりうちらの代もっと頑張っていかなきゃいけないから、夏さんこれからも一緒に頑張っていこうね。行動をね、起こしていかないと、頑張っていかないとね。一緒に、みんなで、本当に思ってる？思ってなかったら言わないでしょ。いや、思ってなくても言うタイプじゃん。そんなことないよ。デビューしてもうみんな3年経ってますよね。はい、3年経ってます。やっぱ3年目以降どうやって成績とか、そう自分の実績を残していくのかって、すごい大変だと思うけど、みんなでもっと力を合わせてやっていけたらいいものが作れるんじゃないかなと。そんなこと思ってんの？すごいでしょ、そんなこと思うんだよ。本当？本心？本心だよ。なんだ、今日一人全員を古文にするとか言ってたのに。器ちっちゃい人みたいな。うん、まあそれはそうかも。いきなり集められて、今日はみんなこいつらを古文にします。ひどい話だよ。それがあんなきさやかの言い方ですから。そうだね。やべんね。うん、私めっちゃ面白い。自分もね、すすれないんです。あー、一緒だ。だから静かなんだ。うん、私、食べるのめっちゃ遅いです。ありがとうございます。うん、これはちょっと絡めたい。人のうどんを奪う。食べるの遅いから。食べるの遅いからだよ。うん、食べるの遅かったら食べる分少なくなるから。かわいい。君の世界だ。うん。
ちょうど良い。お待たせしました、トースト餃子です。やばいやばいやばい、食べれないから。ミサは食べれない。食べたい。おいしょおいしょおいしょ。雑。え、あ、お酢とか、うん、すごい、びっくりした。すごい、でもめっちゃ醤油出すやつ。こんなすごい、なんかプロレスラーってさ、なんかバカばっかじゃんか。本当に、いや、バカばっか、え、てか全員バカだと思ってるけど、その中でも群を抜いてる。本当ですか。なんか自分のことバカとか思って本当にすいませんって思うぐらいバカ。本当ですか。嬉しい。いや、あ、嬉しいです。嬉しい。やばい。決めました。今日から私たちはパパパ令和パーティーです。何？何？わかりました。これから私たちはパパパ令和パーティーですね。はい、みんなで一緒にこの世代でプロレスの概念を超えていきましょう。行きましょう。パパパ何？パパパ令和パーティー。パパパ令和パーティー。かわいい。かわいい。パパパパパパ令和パーティー。パパパ令和パーティー。はい。お願いします。めちゃめちゃいいじゃないですか。そしたら手を合わせてください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。